はい、みーママでーす。今日は前にね、楽天で購入したミステリーボックスを紹介したと思うんですけど、それに引き続いて、またまた楽天でこちらの福袋をゲットしました。これがね、また届いたので一緒に開けていきたいと思います。で、今回買ったのはこちらの200回分のパックが入ってるっていう福袋なんですけど、お値段の方が2700円で送料無料でした。めっちゃ安くないですか？もう見た瞬間に買おうと思ってすぐ注文したんですけど、もうちょっと段ボール開けてるんですけど、まだねちゃんと見てないので、これを一緒に開けていきたいと思います。重たいんですよ、めっちゃ入ってて、中はこんな感じになってます。めちゃめちゃ入ってます。もうね、すごい量、どれから行こうって感じなんですけど、じゃあもう手前にあるやつから。まずこちらのミトモナチュラルっていうところのフェイスマスクが入ってました。これはね、ヒアルロン酸のフェイスマスクですね。すごい、しかも一つじゃなくて袋の中にいっぱい入ってて、何個入ってんやろ。 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10、 一つの袋にね10枚入ってました。すごくないですかこれ。もう私パックは毎日あるのでかなり助かります。嬉しい。しかもヒアルロン酸で、これは乾燥対策って書いてます。もう今の時期にぴったりじゃないですか。もちもち美肌になるそうです。楽しみ。まず一つ目がこれ。これはもうさっきと同じ種類のフェイスマスクなんですけど、後ろのねローマ字がもこもになってます。これ印刷ミスですかね。これはね、コラーゲンのフェイスマスクになってるみたいです。これもね10枚入ってます。今で20枚ですね。じゃあ次、こちらも同じ種類ですね。ミモトナチュラルのパールのマスクになってます。でね、雪肌対策って書いてます。これもね10枚入ってます。すごいな。どんどんいきます。こちらも同じ種類のミモトナチュラルのアハって読むかなのフェイスマスクになります。アハってなんなんやろ。こちらは毛穴対策のフェイスマスクだそうです。はい、これで AHA なんかな、ちょっともう分からへんけど、なんか、はい。次、こちらも同じ種類で、ミモトナチュラルのアボカドシードになります。すごーい。これもね、10枚入ってます。今で50枚です。続いて、こちらもミモトナチュラルの、こちらはアスエイベリーのフェイスマスクになってます。これは透明肌対策だそうです。で、同じく10枚入ってます。今で60枚です。続いてこちらもミモトナチュラルのパパイヤになります。これは、キメ対策って書いてます。キメ肌のことかな。キメ肌？キメ肌なんかあったっけ。で、これもね、ちゃんと10枚入ってます。今で70枚です。次、こちらもミモトナチュラルの EGF のフェイスマスクになってます。で、これは、ハリ対策なんで、ハリ肌かな？ 10 枚入ってます。はい、今で80枚です。また入ってました。この、アハって読むんか、AHA って読むんかわかんないですけど。これ、1,2,3,4,5,6,7,8。え、めっちゃ微妙。めっちゃ微妙な数入ってたんですけど。計算がわからんくなってくる。88枚ですね、今。これパッケージ違うから違うとこのかなと思った。これも、ミモナチュラルのまたフェイスマスクでした。ザクロのシートみたいです。これで98。あとはね、こんな大きいのが入ってて、すごいんですけど、触ったらわかるんですけど、何枚入ってんのやろ、これ。これ36回分。すごい。これもミモナチュラルのところのかな。すごいな。お得用フェイスマスク。エッセンスマスクって書いてます。フル肌ケアコラーゲンって書いてますね。1枚で4役してくれるらしくて、化粧水、美容液、パック、目元ケアをしてくれるそうです。めっちゃいいやん。この枚数も入ってやと思うんで、はい、もう計算するのやめます。同じ種類の弾力ケアタイプのシートマスクになります。これもね、さっきと一緒で1枚4役で、化粧水、美容液、パック、目元ケアができるみたいです。で、同じく36枚入ってます。めっちゃ重たいですもんこれ。で、ラストです。こちらは弾力アイケア、新しいのが出てきましたよ。目の下にこうやってつけるタイプのパックやと思います。これめっちゃ嬉しい。なんか普通に目元のやつだけ買うってなったら結構
構値段するじゃないですか。てか私買わないんですけど、これついてたのめっちゃ嬉しいな。これも30回分入ってて4役してくれるみたいで、美容液、目元ケア、口元ケア、集中保湿って書いてます。あ、そっか、絶対にここに貼る必要ないですもんね。こことかにも貼れますもんね、口の周り。すごい。ということで、ダンボールの中は以上でした。はい、ということで、私いつもパックはこう楽天で大量に売ってるやつをよく買って使ってるんですけど、たまにね、出かけた時に気になるなっていうパック買ったりもするんですけど、毎日パックする方で、そんなにね、パックにこだわりがない方とかやったら、こんなんで十分やと思うので、よかったら皆さんチェックしてみてください。今回もね、私が購入したお店を概要欄の方に貼っておくので、多分こっちもまだあると思うんで、気になる方はチェックしてみてください。それでは本日も最後までご視聴ありがとうございました。バイバーイ。 See you。